はい、本日は2015年6月8日月曜日、第241回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。本日パーソナリティを務めさせていただきます、黒板のギーって音と、女性が大の苦手の、ファンキー伊藤こと、伊藤鋼鉄でございます。しばらくお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。今日の松代の天気はずっとあの曇りがちでしたけども、今日あの関東甲信越あの梅雨に入ったということでね、いよいよあの植物も農家の方もこれで少しお喜びになるかなってところなんですけども、私あの土曜日の日に自宅 の, あの庭にあのマイマイガのね毛虫がいっぱい出てきまして退治をしてましたけども、もう退治しても退治してもねたくさん増えてくるんですよね。本当にあの、お財布の中身は増えないんですけども、そういったの虫とかそういうのはどんどん増えてきましてね、悲しい話なんですけども、今日のテーマはあの松代小学校文部学校、開校160周年記念事業についてということでね、今日はそこの実行委員会の、委員長で、いらっしゃいます熊木博之さん、それと副委員長の清水隆太さんにお越しいただきまして、そこら辺の、ね、詳しい話をお聞きしたいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私あの長野インターの近くで大きな、ね、大玉子を見たんですけども、160周年ということで、あ、写真出てますかね、はいはい、あ、これですね、はい、こういったあの大玉子もつけたりしてあの盛り上げてるってところだと思うんですが、はいはい、この事業、何でも目的はあの終わりかと思うんですが、この事業の目的についてねお話しいただけますでしょうか。はい、松代小学校は前身であります文部学校が1855年に開校して以来、今年で160周年を迎えます。そして在校生と地域が一体となってあのこの機会にぜひお祝いをしたいと思い、あの9月19日の学校記念日に160周年記念事業を行いたいと思います。テーマといたしまして、先人の教えを学び未来へ羽ばたけ松代子ということで、あのテーマにして文部学校の伝統と誇りを次世代に伝えていきたいと、また学校施設の一層の充実を図りたいということを目的として行います。はい、よろしいですか。実はあの何を隠そうって隠すこともないんですけども、私あの松代小学校の卒業生でしてね、ちょうど120周年の時に私あの小学校4年生だったんですが、そういうとあの年もバレちゃうんですけども、120周年ですから120っていうね文字をあの校庭で作りまして、それを上から飛行機で撮ってもらって、いただいたっていうのはね思い出があるんですが、今回のあの周年160周年事業っていうのはどういった行事とねあの予定されてますでしょうか。はい、皆さん、各お宅に、首位証が今回ってまして、はい、あ、今回覧で回ってますかね、はいはい、事業の内容について、皆さんにお知らせしているところでありますけれども、大きく分けてですね、子どもたち、主に子どもたちに文部学校の歴史とか伝統について、学んでもらうと、そして、自分たちの学校についての誇りを持ってもらって、未来へつないでいってもらおうと、そういったことを体験したりするそういった事業と、あと学校の方に設備を寄贈して、より一層の学校の充実を図っていきたいと、そういうような形で事業を考えています。そしてまずはあのこれまで行ってきた事業について説明したいと思います。はい、お願いします。はい、まずですね、学校の開校記念日が4月の29日になるんですけれども、はい、その日は祝日に当たりますが、その前後に、文部学校の清掃を小学校の児童が行いました。27日に3年生と4年生、28日に2年生と5年生、30日に1年生と6年生が掃除をしました。で、私はあの27日の3年生と4年生が掃除をした日に見に行ったんですけれども、みんな一生懸命、雑巾で、床とか柱を磨いて真っ黒になった、雑巾を見てとっても喜んでいまして、こうやって、自分たちの手で掃除することによって文部学校の歴史っていうのを直に、感じてもらえたらいい機会だったなというふうに思います。で、次に、5月13日にですね、あ、ごめん、
今のものは新聞とかね載ったと思うんですけど、あの町のテレビの方でも取材をさせていただきまして、はい、アップしてますのでまたご覧いただきたいと思います。先ほどの文部学校の件は信濃毎日新聞と市民新聞にも取り上げていただいたので、はい、ご覧になった方も多いんではないかというふうに思います。はい、で5月13日なんですけれども、先ほど伊藤さんの話にもあったような航空写真の撮影を行いました。で今回はですね、学校目標であります優しく賢くたしくましくっていうそういった文字を校庭に描きまして、撮影をしました。これはドローンで撮ったんですかね。セスナだというふうに聞いてますが今入るのじゃないんですね。はい、はい、あの文部学校も今綺麗になっている状態ですので、とても綺麗にね、新しい校舎と文部学校が一緒に写っているとってもいい写真ではないかというふうに思います。はい、で続きまして、5月30日なんですけれども160周年記念運動会という形で運動会が行われまして、いつも PTA 行事として PTA 競技として大玉送りを行っているんですけれども、今回は160周年ということで未来へ送る六文銭送りと題しまして、発泡スチロールで作った六文銭を保護者と児童で送って六文銭を完成させると、そういう競技を行いました。これはあの真田祭りでよく、ね、やってらっしゃる、ね、面白いあの、うんリレーのですかね、はいはい、お借りしてやりました。あ、はい、あの保護者も児童も一生懸命、送りまして、とっても完成した時盛り上がりましたね。はい、で、いいんだね、はいはい、とても楽しい行事がね続いてきたようなんですけども、今までの行事のね他にこれからあの予定されているあの行事というのはどんなものがありますでしょうか。早速明日なんですけれども、はい、爪楊枝アートというものをやります。爪楊枝アート、はい、あまりあの聞き慣れないアートなんですけども、なんか爪楊枝で文部学校を作るとかなんかそんなようなことでしょうか。それではなくて、まあ、一つの 1m20×1m50 の絵がありまして、それを60分割に割りまして、白と黒の爪楊枝を7万本使って、あ、7万本、はい、あら7万本を使って、はい、各クラスごと白パールこのぐらいの5センチの白パールに、その絵をがドットになってまして、はい、白と黒にこう刺して、で最後の絵が出来上がると、それは9月19日の学校公開日の日に、それ何がなどんな絵ができるか、うん、生徒たちもまだ知らないので、保護者の方も知らないので、そこでお披露目して、除幕してお見せすると、はい、だから明日は多分参観日でやりますけど、お姉ちゃん全く何もやるようになっちゃうんですけど、そうなんですね。じゃあ小さいパーツを作って、それが最後にこう合わさって、はい、それで一つの絵になると、楽しみですね。保護者と一緒にやって。また、はい、文部学校に思いを馳せていただければというふうに思います。そうですか。これ先ほど聞きましたけど、材料費だけでもかなりねかかったみたいですけども、爪楊枝が7万本っていうと約1万ちょっとですよね、はい、ああそうですか、そのぐらいで。そうなんですね。まあ本当に先ほど絵はありましたっけね、作ってるところも、作ってるところ、はい、はい、これはどんな作業をしてるところなんでしょうか。これは実行委員のお母さんたちが集まりまして、白と黒を多分約5万本ずつ、はい、ペンキを買ってきてその中に漬け込んで、色付けしたんですけども、2、3日だってペンキ固まっちゃいまして、その後、はい、束になっちゃいまして、それを1本ずつ剥がして色分けして、まあ、そんな大変な作業もあったわけです ね、 ね、なかなか大変でした ね、 大変でしたね。じゃあまたそんな苦労も明日最後ね完成するということでとても楽しみですね。より苦労した分だけ期待もねあるかと思うんですけども、はい、で続きまして、9月19日なんですけれども、あ、こちらかな、これですね、
9月19日の学校公開日に合わせまして、記念講演会を行います。講師はですね、真田宝物館の古畑博樹先生にをお招きしまして、文部学校の歴史ですとか昔の授業の内容ですとかそういったことを子どもにも分かりやすく教えていただけるというふうに聞いております。でそれに合わせまして、先ほどの爪楊枝のお披露目ですとか学校に送る演題のお披露目なんかも、はい、一緒に行っていきたいと思いますので、はい、地域の皆さんもぜひおいでいただければというふうに思います。はい、学校の演題が一昨年に校舎ができたんですけどすごく老朽化してまして、はい、私も3月に卒業式のなんですかお祝辞というかやった時もやっぱガタガタしてるんですよね。やっぱせっかく座りが悪いとね校舎にふさわしい演題を送りたいなと思って、その演題も100周年経ってたんですかね。それねあそうですか、だいぶ古くて演題にしっかりこう須浜の交渉まで作る演題を、立派なものですね。それを全てまあ、はい、ということで、はい、あそうですか、はい、それはまたこれからねいろんな行事の時に旅に使われるってことでね、そうですとても、あと東門と西門に、はい、目印になるような、はい、表札ですか、表札それもないので、はい、それも同時に、あ、はい、それはもう文字的には松代小学校とか、そうですね、松代小学校、東門、東門とか、あちょっと明確にそのあれですね、はい、なるということで、学校設備の充実のために松代町の皆様にも、はい、ご協力いただきたいなと思って、はい、また収集なども回って育成会あと実行委員が回ると思いますのでまた一つ寄付を、はい、お願いしたいかと、はい、よろしくお願いします。はい、寄付の方なんですけどどのような形でお回りになる予定でしょうか。各ブロックに分かれまして、はい、安田町の育成会、育成会の人たちが、はいはい、とあと実行委員の方が各家庭に回るようになります。はい、またこうやって地域と保護者の方々がつながるいい機会かというふうに思いますので、地域の方にもぜひご協力いただいて、学校にいい演題が送れるようなことができたらいいのかなというふうに思います。はい、そうですか、はい、ちょっと寄付の募り方の話になりましたけども今ねとても悪い人がいっぱいいて、参入のね、あるような形もあると思うんですがその防止については何かございますでしょうか。はい、やっぱり今このこういう時代でいろんな詐欺がありまして寄付を装った詐欺まがいなことも結構聞かれているのでその辺は前もってもう警察の方へこういう寄付集めをしますということをもうお伝えしてあります。その中でこういう形であれば安心だねとまた手ぬぐい等各家庭にお配りいたしますので手ぬぐいを配るんですね。はい、160の記念の手ぬぐいを、全国の皆様にお配りします。はい、そんな中でしっかりこう実行委員なり育成会なりって目印になる名札等もつけながら、もありますので、はい、その辺はご安心していただきたいと思います。あそうですか、はい、じゃ手ぬぐいを持って、近所の、ね、顔の分かる方々が回る、はい、2人1組で回るということ で、 そ う、 で、ね、そういった意味では、ね、はい、安心かと思います。もし何か不明な点とか困ったことがあったときには問い合わせ先はどちらでしょうか。はい、真汐小学校は小学校さんの方に、はい、あそうなんですね、よろしくお願いします。はい、分かりました。はい、それとですね、こうやって今続けている周年事業なんですけれどもこういった形で、はい、160周年だよりということで、随時作成をしております。また各地域の皆様にも回覧板等で、ご覧いただけるような形で、しておりますので、見ていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。そういったものがねまた配られるということですね。はい、今日は詳しい話を聞かせていただきましたありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。文部学校ですねもう160周年今数えてなるんですけども先人の殿様がね、将来のことを思って作られたということ先人の思いとそれからそういった精神ですねそういったものがとても詰まった建物かと思います。またそれを引き継いだ真汐小学校というものも今もね
つながっていくわけなんですけども、こういったあの建物、またあのそういう精神というものは他の地区には、ね、ないものでございまして、まあ、町の地区独特のものということを、まあ、こういった周年事業を通して皆さん、あの町の地区の方にも、ね、お分かりいただきたいのと、あとこれからまた70周年、80周年、170、180となってきますけれども、将来の子どもたち、町の子どもたちに向けた思いもね、それと一緒に考えていただけるいい機会になったのかなというふうに思いました。今日は本当に詳しくお話しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、はい、新鮮だったですね、今日。ちょっと面白かった。面白かった、よかった。うん、私もね、私ね、真っ白小学校。あ、そう、うん、私は東洋でしょ。そう、うん、ちょっと違いましたね。東洋、うん、はい、いや、新鮮でさ、また、うん、今日あの、次回もまたどう、うん、いいですね、お願いしてくださいよ、うん、三田さんと俺だけじゃね、そうそう、いけないでしょ、うん、はい、と思います。ということで、はい、お知らせお願いします。はい、はい、今度はですね、こういうこと、まるごと体験ボックっていう、これは2015年ね、こういうのがね、最近できました。でこの中身的なものはね、すべて体験できるようになってるんですね。こういう形でね、今回やるのがですね、うん、61番っていうので座禅体験っていうのをね、ちょっとやるですね。伊田さんもやるの？これね、去年はね、私ちょっとやりましたね。はい、でおやきも食べるっていうのはね、うん、そういうのでね、お寺の住職さんとね、お話しするの。なるほど、うん、おばあちゃんもお話できるって、ちょっと面白い、ね、カチッとやられたでしょ。やられない。うん、なぜなぜしてもあ、そ、ね、はい、ということで来週の予定をお願いします。はい、来週はですね、はい、ちょっとこういう形で、今ね、エゴ柱終わりました。そうですね、うん、はい、でその後、善光寺コード、これ暗号だって言うんだよね。善光寺とね、諏訪大社とのね、密接なつながりをっていうのね、こういう本を出版した人違いますうん、字がさ、うん、あ、字ね、ゴシックと明朝と一緒にいいじゃない、混在してるじゃん、うん、どうしたの。今一生懸命やったの、うん、今作ったばっかり。そうそうそう、あ、作ったばっかり。間に合わないといけないから、ちょっとなるほど、うん、ごめんね。できたばっかりで湯気だったし、そうそうそう、あ、ちくない、うん、冷や汗も出てる。あ、なるほどね、 ね、はい、そういうことで、はい、ここでね、美術研究家、それから研究、あの建築家、ね、一級建築士の長尾さんって方に来ていただいて、はい、お話を聞きたいな、はい、うん、なんかね、ちょっといろいろ話聞いてみると、ちょっと面白い、ミステリー的なことあるっていうんで、うん、どういうあれだかちょっと聞きたいなと思います。皆さんが暴いていく、ミステリー。いやいや、暴かれるかもしれない、難しい、はい、はい、そういうことでね、はい、来週はやりたいなと思います。はい、それではね、ミステリーを暴くということで、はい、来週のしゃべくり街のどうぞお楽しみに。はい、よろしくお願いします。